お、おーって動いたって、やった。はい、じゃあ、あー、じ、遅くなってすみません。ちょっと今、あの、携帯の寿命がどうとかどうとか話してたんですけど、なんか、イエーイ、ただいま、よかった、よいしょ。じゃあまずは今日は、昨日推しメンを言ったんですけど、ちょっと忘れてた人がいたので、今日はちょっと推しメンを全員言いたいと思います。よかった、でもあと20分しかなくなっちゃった。よし、じゃあちょっとなんか、よし、じゃあ行きます。頭映ってない。じゃあまずチーム S からいきますね。チーム S の推しメンはジュリナさんとルカさんと石黒さんとリョウハさんとユウユウさんです。イエーイそしてザッと言ってきますね。そして K2 の推しメンは大場さんとエゴさんと高柳さんです。そして E の推しメンは須田さんと倉島さんと、ちょっと昨日の公演で好きになってしまったんですけど、浅井優香さんです。そして研究生は青海さんです。イエーイ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12人います。はい、今の私の推しメンは12人でございます。多いですよ。でも昨日ルカさんに、あの、公演の時に、あの、シンポジでめっちゃ不安で、不安だったんですけど、ルカさんが大丈夫だよ大丈夫だよ頑張ろうってルカさんなんか声が高いからって言ってくれたんですよ。モリモリ一緒にやってくれたし、もう今の一押しは、ちょっと今の心の中はルカさんでいっぱいですね。昨日で、いや、でもこういう声なんですよ本当に。ルカさんはやめてリュウちゃんにしましょうって。新ポジションも、そうなんですよ、みよまるさんのポジションで本当にめっちゃ緊張してたんですけど、なんとか倉島さんが一番でしょ。いや、もう無理なんですよ今、ちょっと困り中。でも倉島さんが、でも一番、まあね、もう今の人はもう全員推しです。12人。ルカさんは井上ルカさんの方です。みよまるさんは推しじゃないの？あ、みよまるさんはでもなんかあんまり会話を発したことがないんだよね。ないんですよね、なんかあんまり喋ったことがないんですよ。一緒に公園出たことないので、ちょっと出てみたいです。天然の意味は分かるようになった。あ、なんか、まあ、天然は天然ですね分かんないです。ルーちゃんもルカちゃんかルーちゃんかおルーさんって呼んでって言ってたよ。だって、え、じゃあおルーさんって読みますこれから。はいはいはい、おスギチルに勧誘されなかった。スギチルって何ですか？あ、アイアイさんのエピソードでかいんですよ
めっちゃ巨大鉛筆すごくないですかこれでかい鉛筆なんですよ。結構書きにくい書きにくいんですけど見た目で買っちゃいました。学校に持ってったら怒られる。パンダとレッサーパンダどっちが好きですか。レッサーパンダってあの茶色いものですよね。パンダかな多分。かけるのか。そうなんです、かけるんですよ。ちょっと書きますよ。じゃあまずひらがなを書きます。あ、はい、書けました。ちゃんとほら、あれ反対に写ってないっけ。ほら、巨大ノートを一緒に持っていけば、ほら、ね、サイン書いて、サイン書きましょう。サインってあれだった。字綺麗ですよね自分で言うのはあれなんですけど、字は習字に通ってて今あの3段になったんですよ。この前にあの準2段から一気に上がったんですよ。はい、サイン。そう、いって鼻に刺さった。いった。はい、じゃあちょっと次の言語を書きます。漢字わかんないわ。ちょっと令和っていう漢字を教えていただけると嬉しいです。令和、あ、来た。令和、令は、次の言語はこちらです。令和。令和ってあの言語をあの言語を発表された時レッスンやってて、冬ちゃんにあの冬っぴにあの新言語なんだっけって言ったら令和だよって教えてくれました。見えない笑う。はい、令和でございます。令和。字は綺麗なんですよ自分で言うのもあれなんですけど、字は結構綺麗なんですよ。こう見えまして、はい、あ、ベアグラスさん花ありがとうございます。お花花、タイガーマスクさん花ありがとうございます。かつのりさん、ひよこおまんじゅうありがとうございます。偽物のヒットさん、お久しぶりです。お手紙見ました。ありがとうございます。タコありがとうございます。皇室も習ってたの。そうなんです。いや、皇室が3段で習字は2段だったかな。すごいんですよ、字はすごいんですよ本当に。そうなんですよ。今日、ずれちゃった。あ、興奮しちゃった。今日は、ふーちゃんの誕生日です。イエーイ。今日はふーちゃんの誕生日です。今日ふーちゃんと会ったんですけど、21歳になったって言ってました。だから今ふーちゃんと9個離れてんですよね。うん、9個、1234567891個です。ふ
ふゆちゃん、ふゆっぴ。ふゆっぴです。いつもふゆちゃんって呼んでるんですけど。そうなんですよ。ふゆちゃん、21歳に見えないんですよね。全然、そう、仲いいんですよ、でも。精神年齢が低いって言うんですかね。合うんですよ、話もめっちゃ合うんですよ、いろいろと。桃田の年齢を2倍しても須田あかりより若い。多分そうですね。キュウコサって令和生まれですか？いや違います。ついに平成生まれも、平成生まれって言われる時が来てしまいましたね。桃田5歳。いや違います。そう、あのさっき中学生の制服着たんですけど、もう興奮して走り回って弟に調子乗んじゃねえよって言われました。なんかバレーシューズがなんかトイレのスリッパみたいなバレーシューズでびっくりしました。いつも靴屋さんで買ってたのに、なんかバレーシューズがトイレのスリッパになっちゃったんですよ。トイレのスリッパ、うん、トイレのスリッパみたいな、なんか青い、なんかちょっと変なやつなんですよ。体育館シューズはいい感じになったんですけど、もう超楽しみなんですよ。明後日から中学校始まります。イエーイ。まだ中学校への道を知らないんですよ、悩みなんですよ今の。中学校の場所を知らない、中学校がどこにあるか分かんないんですよね、まだ。やばいんですよ。だからお友達と一緒に行かないと分かんないんですよ、中学校どこにあるか。何が楽しみ？プールですね。中学校ってプールあるよね。うなぎさん、ハートありがとうございます。カビゴンさん、かわいい、ありがとうございます。すごい、かわいい、すごい。チームいいの、いいですね。のさん、花ありがとうございます。カビゴンさん、かわいい、ありがとうございます。あ、よいしょ。のさん、お花ありがとうございます。ベリメイさん、ひよこのお餅ありがとうございます。春日優勝グラスさん、タコありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。高いですか？でも最近声変わりしたんですよ。なんか風邪ひいてから腹声、ちょっと流れを言いますね。あの声変わりした、まず風邪をひきました私は。 そして鼻が詰まりました。そして鼻声になりました。で鼻声になって声が低くなりました。低くなってからそのままになっちゃったんですよ。だから声変わりになっちゃった、声変わりしちゃいました。迷子で来ない新入生最強だ。確かに中学校入ったら勉強楽しみだね。そうなんですよ、すぐテストがあるんですよ。なんか要点チェックもらったんですけど、学校からドリルやってないんですけど。もう無理なんですよ。中間テスト、でも小学校はなんか週に何回とかあったんですけど、あのカラーテストがなんかないって、なんか担任の先生が言ってました。
算数はなくなるよ。やった算数なくなるな。でも長坂よく言ってなかったっけ、なんか難しくなるよって。算数なくなるんだ。算数なくなるの？数学になる。ほうほう。なんか聞いたことありますね。なんか算数が苦手って言ってたら、ママなんか上に出てる。ねえ出てる。何？出てる。すげえ。すごい。そう、なんかみんなに算数が苦手って言ったら、算数とか懐かしいってバカにされました。よく分からなかったんですけど。でも文章は得意なんですよ。ほうほう。文章は得意なんですよ。学校の読書感想文とかでよく選ばれます。運動会の作文、なんかお友達と技を成功させて、いい思い出になりましたとか、なんか長文で文章文、作文を書くんですけど、選ばれたんですよ学年で。国語だけは得意なんですよね。漢字はちょっと無理なんですけど。そう、組体操上でピピーって怖かったです。一回練習の時に落ちたんですよ。5分前なので、今日は強制的に切られてしまうので、ランキングを言っていきたいと思います。まずは13位から。13位から言う？でも時間あるしな。13位からっていうか、13位、ケンさんありがとうございます。12位、ホーリーさんありがとうございます。11位、ユウさんありがとうございます。10位、カナタさんありがとうございます。9位、これはローマ字じゃないぞ。KKKKKE なんとかさ、すいません読めません、ありがとうございます。8位、カビオンさんありがとうございます。7位、ももじろうさんありがとうございます。面白い名前。6位、モンタさんありがとうございます。5位、なんとか H さんありがとうございます。4位、勝則さんありがとうございます。3位、ベルマンさんありがとうございます。2位、ビアグラスさんありがとうございます。そして本日の1位を発表いたします。本日の1位はじゃん、のさんです。ありがとうございます。ありがとう、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。鉛筆にて、アリグラス、そのなんかマザイと了解ウォッチをモモ学校で流行らせたんですよ。モモがずっと了解ウォッチとマザイを使ってたら、了解ウォッチがなぜか了解ウォッチからなんか妖怪ウォッチに変わっちゃってで、マザイは意味を教えたらマザイじゃなくなっちゃってマジになっちゃいました。でも使ってたんですよ学校で、マザイと了解ウォッチ。何それって言われました。絵はうまいの？絵はね、下手ですね。アンパンマンだけは、ちょっと今やばい、適当に描くとアンパンマンはこんな感じです。今はちょっとなんかもうちょっと時間あればめっちゃうまく描けます。下手の方かもしれないですね。混ざり。あ、エチゴパワーさん来てくれてありがとうございます。
そうなんですよ、流行らせたんですよ私。正しい日本語使いなさい。すいません。いや正しくないんですかこの日本語。了解ウォッチ流行させよう SK で。そうですね。マザイはまずい、使っちゃいましたよ学校で。学校の先生にも使った。んー今日の10分もったいなかったな。最初に途中で消えちゃってすいません。チーム S のアンダーにも取り掛かってね、今取り掛かってます。明日も多分やると思うので、またまたお願いします。さようなら。ありがとうございます。また明日も、ぜひ見てください。これはカイピーからもらった桃のスクイーズです。最後に紹介ありがとうございました。まあ、あと9秒、あと5秒、5、4、3、2、1。ありがとうございました。